皆さんこんにちは、レミです。今日は最近の毎日メイクをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。今日はすでにスキンケアが終わって日焼け止めが塗ってある状態です。なので早速ね、ファンデーションを塗っていきたいと思います。こちらのミルクタッチのファンデーションを使っていきたいと思います。私は21番の明るさを使っています。次にパウダーいきます。パウダーはこれもずっと使っているキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーですね。このパウダーなんですけど、新しいものをねすでに買ってあるんだけど、前のやつがねまだこれだけ残っているので、まだ私は最近はこれを使っています。で、鼻の際だったり目の下だったり細かいところだけパフを使っています。はい、次にシェーディングやっていきます。シェーディングはアートクラスバイロダンシェーディング使っていきます。これも何回リピートしてるか分かんないぐらい結構ずっと使ってるやつで、このシェーディングパウダーはこうちっちゃいね、あのシェーディング用のブラシがついているので、これを使ってシェーディングしていきたいと思います。3色入ってるシェーディングパウダーなんですけど、こんな感じでね3色をミックスする感じで、で次に同じパウダーを使ってノーズシャドウ入れていきたいと思います。はい、次にチークいきます。次チークはアイムミミのこちらのチーク使っていきます。アイシャドウとリップがオレンジ系なので、オレンジとかブラウン系なので、今回はねこちらの色を使っていきます。ハイライトはこちらのクリオのプリズムエアハイライト使っていきます。色は01番のゴールドシアです。はい、次眉毛描いていきます。眉毛はコリンコのこちらのペンシルを使っていきます。眉毛は結構ねしっかり生やしているので、この眉毛の形を生かしつつ、この眉毛の形に沿っていつも描いています。眉マスカラはキャンメイクのカラーチェンジアイブロウを使っていきます。色は06番です。はい、こんな感じで眉毛完成です。で次にアイシャドウいきます。アイシャドウはフリンのこちらのアイシャドウパレットを使っていきます。色は01番のドライリーフです。まずこちらの色をベースに塗っていきます。次にこの色を塗っていきます。こんな感じで二重幅と下まぶたに塗りました。下まぶたは筆に残った少量をのせる感じで塗りました。次にこの色を塗っていきます。
マの色はこんな感じで、上まぶたの目尻3分の1と下まぶたの目尻部分にこんな感じで塗ります。私顔のパーツが顔の真ん中に寄ってて、あと顔のこの余白が大きいので、余計ね、あの顔のパーツが顔の中心に寄って見えちゃう球心顔なので、できるだけアイメイクは目のここの中心のところにあんまり濃い色を入れずに、目尻側に濃い色を入れて、目が多少離れて見えるっていうか、視線を外側に持っていくようなメイクをしています。次に今と同じ色なんですけど、この色を使っていきます。この色はこういう細いちっちゃい筆を使ってアイラインみたいに色をのせていきます。これはダイソーのブラシです。こんな感じでこの目尻部分と下まぶたの目尻部分にラインを入れました。次に涙袋を描いていきます。涙袋はエチュードのこのシェーディングパウダーを使っていきます。こんな感じ、もう底見えしているやつなんですけど、シェーディングパウダーってここまでいくとね、全然シェーディングパウダーとしては使えないんだけど、こう余ったやつ捨てるのがもったいないな、もったいないなと思って、いつもねここまで使い切ると涙袋のラインを引くのにね使っています。次アイラインいきます。アイラインはメイベリンのハイパーシャープライナーの黒を使っていきます。はい、こんな感じアイラインはまつげの間を埋めて、あとさっきアイシャドウでラインを引いた上をなぞるように黒のペンで引いていきます。でさっきのパレットに戻ってこれをね、上まぶたの真ん中と下まぶたの真ん中に塗っていきます。はい、次にマスカラいきます。マスカラは2本使うんですけど、上まつげがこちらのオッティのマスカラを使います。下まぶたがこちらのマスカラを使っていきます。下まぶたに使うねこのマスカラ、すごい極細でめちゃくちゃ塗りやすいです。はい、こんな感じでまつげメイク完成です。最後にリップ塗っていきます。リップはこちら使っていきます。こんな感じで指でぼかしてふわっとした輪郭に仕上げるのがすごく好きです。マスクにもすごいつきづらくてすごい好きなリップです。ツヤ系のリップも好きなんだけど、マスクをよくするようになってからはなんか結構もっぱらマット系とかセミマット系のリップをすることが多いですね。こんな感じで上からティッシュオフすることで余計な油分が取れて、マスクにねよりつきづらくなったりよれづらくなったりします。最近の毎日メイクはできたので髪型をね整えていきたいと思います。はい、ということでね、本日はほぼ韓国コスメとプチプラコスメを使った最近の毎日メイクをしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。オレンジとかブラウン系の色をメインに使ったメイクをね最近はすることが多いです。気分によってアイシャドウとかリップの色はねちょこちょこ変えるんだけど、こういったねファンデーションとかハイライト、あとお粉とかシェーディングパウダーだったりとかはほぼ変えることなく一途にねこれらを愛し続けて使い続けています。結構ね定番アイテムではあるんだけど、本当にずっと長く使い続けたいなって思うぐらい
気に入っているアイテムたちばっかりです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が良かったなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。